ジャスピコチャンネルです。コップンカー、本日、33日間連続プレゼント企画1日目でございます。早速今日のアクセサリーを作っていきたいと思います。本日はチェーンブレスレットを作っていきたいと思います。最近こういう形のブレスレット流行ってますよね。細い棒にこう丸い部分にこう引っ掛けて手首につけるブレスレットがすごく流行っているんですけども、ネットで見るとね、だいたい3000円から5000円程度で売ってるんですけども、今回はもうこの現物自体はできています。これちなみに仕入れ単価150円です。すごい安いですね。もうこの時点で20分の1程度安いです。そこにですね、今回はですねニコちゃんマークをつけてアレンジをしていきたいと思います。はい、ということで本日用意するものはこちらです。今写真に出てると思うんですけども、平やっとこ2つ、チェーンブレスレット1つ、ニコちゃんマークのワンポイントビーズを1つでございます。ちなみに、ビーズは154円、チェーンネックレスは150円で仕入れました。計約300円で仕入れています。実際に買うより2,000〜3,000円安いですね。今回は初級編ということで、1回目の動画はすごく簡単に作りたいと思います。まずはチェーンをほどきます。そしたらですね、このチェーンに対してニコちゃんマークを入れたい場所の金具部分をほどくんですね。最初ニッパーで真ん中に入れたいので、まず右の方のニッパーで固定します。1個に対して2つでつなぎます。つかみましたね。そしたらこれを右手で内側に、体側にクッとこうやって取れるんですね。そしたら今これが2つに割れている状態です。そこにですね、割れたパーツをニコちゃんに入れます。そしたらもうあとは簡単ですよ。あとはさっきみたいに逆のことをします。曲げたパーツに対してまた金具を引っ掛けて閉じてあげます。戻す時は金具を外側にクッと入れてあげます。はい、ニコちゃんマークが通りました。これで完成でございます。ほら、どうでしょうか。早速つけてみました。チェーンブレスレットって結構こう大人なイメージなんですけども、こういうニコちゃんマークとか可愛い、トップを入れることによってアクティブな印象になるんじゃないかなと思います。今日の俺のタンクトップのね感じとかすごく合うと思うので、よかったら作ってみてください。ということで本日は、ニコちゃんマークのチェーンブレスレットを作ってみました。今回は初級編なので、今後どんどんレベルを上げていきたいなと思います。皆さんもね、ちょっとネットじゃ買うの高いなって諦めてた、アクセサリーきっとあると思います。自分で作ってみるのはいかがでしょうか。ありがとうございました。